俳優の松坂桃李が2日放送の TBS 系、中居正広の金曜日のスマイルたちへ、2時間 SP、夜8時、に出演。ライバルだと思っている相手について明かした。二宮和也、戦ってみたい、相手を告白。この日は中居正広の代打 MC として出演していた嵐の二宮和也。ゲストに迎えた松坂、桐谷健太、安田健の様々な一面を引き出しながらトークを展開していたが、松坂から、ライバルっているんですか?と逆に質問されることに。二宮は、属性が全然違うかなっていうのはあるんですけど、と前置きをしつつ先輩で俳優の森田剛の名前を挙げた。もともと森田の出る作品はよく見ていたという二宮は、森田について、やっぱり何か、出てきた時のその空気感の変わり方とか、怖い人なんだろうな、危ない人なんだろうな、っていうあの感じとかを、ジャニーズ、事務所にいながら出してたのがすごいなと思ってました、と尊敬を込めて語った。松坂桃李&桐谷健太のライバルとは、また、質問した松坂は、ライバルとして俳優の岡田将生の名前を口に、親友だと思ってるんですけど、岡田の出る作品とか一緒にやる監督とかっていうか、やっぱり自分の中で意識的にちょっと入ってくるっていうか、こういうのやるんだすごいなっていうか、ちょっと意識すると告白。一方、桐谷健太は、ライバルってほんまに考えたことないかもしれへんな、とし、作品も撮って、仲もいいっていうのが自分の中でベスト、と違った視点を明かしていた。